じゃあ、はい、今回はですね、はい、こちら俺が釣って、うんはい、一番に売ったやつ、まあね、加工されてしまって、はい、もうあの売りに出されとったやつを買ってきました、はい、買い戻し俺が釣った、キハダマグロ、うん、何キロでした何キロでした何キロだったかな木肌圏ねこのまま泳ぎよったもんねへ珍しいマグロのお刺身を使った、はいですね、カルパッチョを作ります、はい、ああはい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 カルパッチョ俺結構好きで、うん、居酒屋さんでね、はいはい、これに似たやつちょっとレシピを調べてたら出てきて、うん、あそういや俺これ食ったことあるって思ってたやつを作ります、うん、はい、はいマグロなんですね。マグロのカルパッチョ。なんか白身魚とかそっち系のイメージが、ね、タコとかタイとかね。サーモンのカルパッチョ。あーサーモンをね、めちゃくちゃ食うけさ、あれやけど、で居酒屋に、ね、一回ねマグロのね、でもねこんな感じじゃなくて赤身やったもんね俺が。もっと赤身。大変だね。よろしくお願いします。はい、材料がまあレモンとかね、うん、この辺のとこ、はい、やつを使って。はい。ありますか。はい。じゃあ。玉ねぎみじん切りをお願いしますみじん切りみじん切りみじん切りえ、俺なんかこれでやろうかなじゃあソース作りを私して、うん、切るのを全部ジンに全部にやってもらうかな、はい、お刺身もあのシャッとね任せてくださいよ、そのはい、玉ねぎこれでいいですよねうん、それで、うん、これでいきますでもなんか最近マグロ安いって聞いたけど安いとかなそれってなんか高くないですかでもブロックやけんね、うん、150キロだやしね 150g で500円どんなものやったっけって思ってさ3人とも金額いますね知らん全く知らないですちょっと会話する必要あるいやどこやったっけなって思って大トロとかやったらむちゃくちゃ高い、うん、いや、うん、でも大トロでじゃあこのぐらいでいくらよ分かる。スーパーにまず売ってないじゃん。ちゃんと考えたら2000円ぐらいするじゃん。皆さん、この回、やめとこう。終わりの答えの中で。気になるけん、コメントでちょっとお願いします。コメント待っとくよ、もう。でも分からへん、話題を。でもね、親切にコメント頼むさって思う。本当に。結構主婦の方が見てくれるけどね。そう。うん、醤油。醤油使いますタレねタレなんて書いてあろう何をですか醤油醤油持って帰りますかねなんか人望の方からあやれっていうオーラは感じて一応聞いてみたけどしれっとした場でそれば1個半玉入れようとしたやろ、はい、あ、これ無理だと思ってきたよ、はい、あ、そういいなと思って多分あって言ってます久しぶりにした粗い方がいいですかいや、もっともっと結構からし持って帰ったろバレたよし、はい、でそれをですね、はい水にさらしておくはい、うん、お願いしますでじゃあお醤油さんいきます、はい、すいませんねちょっと加熱してまあね食うたことあってもさ味は分からんけどねそうそう分からんけどねまあ似たようなやつをちょっと参考にさせてもらっていながら、うん、あなあトクちゃん、こっからもう鼻がムズムズするよなんで欠かせたじゃあ、うま口とちょっとね、刺身醤油もちょっと入れてみます、うん、本当になんかたまり醤油っていうぐらいけん、なんか下にたまるとねね知らんけど僕もなんかようからでねって言うとねってだけでそっちに水入れたらよかったじゃない思いましたもう、効率なんで、ゆすぐやっぱりなっちゃう、うん、そうそうそうごめんや分かってましたよごめん分かってましたありがとうございますごめんそしてここにお酢とですね、うん、こちら白ワイン、はあ、白ワイン
大丈夫大丈夫。マジ。じゃあちょっと白ワインを。うん、大丈夫。ビネガーなってない。ちょっと入れます。隠し味的なやつやろうね。うん、これ。わ。で、この分量はあの好みでやっていってください。うん。私も分かりません。なんなら売ってあるタレでもよかくろっけんね。そうね。カルパッチョのタレみたいなのがね。うん、おっす。ここなんのあたり。なんかすごい、うん、すごい部位を買って、うん、ちょっともう一回にしてね。これな、なんのあたり。なんか絶対なんか添いだよね。ね。まあまあまあ、まあ虫食いやろね。うんうん、ちょうどあそこのお腹の頂点の部分かな。マグロもね、なんかね、切り方のあるというかな、ね、なんか四角のところもあるしね。ね、こういう食べたのは四角っちゃうね、うん、なんかこうやって薄くね、広く取ってあるところもあるしね。こんぐらいかな、だいたい味の美味しい感じで食えるのは。ちょっとこうとね、うん、釣った時にはもう凍ってたけど、そうそう、凍ったまま冷凍庫に釣りした。冷凍マグロ、冷凍マグロってよく聞くろ、うん、あ、泳ぎよっと、泳ぎよって流れよっていうね。生きてはない、生きとる生きとる、うん、まあこんな感じで、うん、はい、まあ、好きなように好きなように。じゃあこうだんだんだんネギトロ作るよこれ。じゃあじゃあって、そんなことあるかい。凍ってる冷凍マグロや。むずっ、むずいや。このお酢とかを入れたやつにネギガラシを少々。ガラシ、これもお好みですね、うん、で、ぬらいす、ぬらいす、お願いします。脳内変換全馬券ね。同時翻訳せない関係。徳ちゃんと話しよったら。昨日ちょうどなんか聞き取れへんというか、佐賀弁が分からずに逆の意味で受け取ってしまいましたね。何やったか忘れたけど。サレンバ。はい、できました。あ、よいしょ、はい、で、ニンニクスヌライス。あ、いいよ。で、大葉も切ってきます、ね、うん、はいはいはい、スライス終わり、スライス終わり、終わり、はい、じゃあ、うん、盛り付けていきます。ネギはどう使うんですか。玉ねぎ、あ、玉ねぎ絞ってください。はい、じゃあ、皆さんが赤ちゃん黒やけんね。ね。あー、よう、切れとんしゃ、上手に。ありがとうございます。こんなもんでいいかな。はい。で、ここにですね、うん、ここに胡椒を振ります。うん、少々。これもお好みですね。先にかけるおい、最後のイメージありますよ ね。ここにかけるみたいです。のシャレタレをかけていきます。先にかけるんだ。あ、間違えた。あぶねー、あぶねー。まだセーフですね、はい、あ、違う。ちょっと待ってね、あえてミランで、ミランでどっちかを探す。多分こっちやったと思う。まあでも胃に入ってまえばね。オリーブオイルは足します。結構入れるんですね、うん、入れる入れる。大体はこいつとの1対1、タレ作ったタレとオリーブオイルを1対1、うんうんうん、整いました。はい、じゃあ行きます。なんか全部乗っけた後にほんとタレかけるイメージだった。そうでしょう、うん、まあね、なんか作り方のあれとかもしれんけどね、うん、いろいろ
葉を散りばめて、うん、あ、ニンニクからやった。ニンニクスライス。ニンニクちょっと大きいんですよね。ね、これ大きかもね。で、これレモンも太かったもんね。レモン後で絞ります。はい。で、一応これで完成です。トマト火を。おお。忘れとった。順番的には玉ねぎは大丈夫なんですか、最後で。気づくね。気づくね。なんか全部真っ白ね。大葉の青さがなくて、ね、この青い色合いがもう白と、うん、結局後からかけるとね、かけたね。玉ねぎのことをすっかり忘れだった。で、完成です。ネギもいってきません。ネギはいらん、いらん。叩きみたいになるんです。はい、これで完成です。じゃあちょっと食べてみますか。、はい、じゃあ今回ね、おつまみですね。うん、レモン絞ります。やっぱり夏ね、やっぱね、さっぱりする方がね、香り硬、うん、そしてこのレモン、なんかレモン絞るときなんか皮は下にした方がいいとか言うね。あ、なんかここでこうやるやつやろ、うん、ねえ、はい、はい、それではじゃあ食べてみたいと思います、うん、はい、いただきます。いただきます。でもカルパッチョにニンニクなんかそんなスライスで乗ってんの初めてかね。こうしてほい、人の大好きなね、ニンニク。ニンニク。いただきます。はい。いただきます。おいしい。うまい。うん。うまい。うまい。おいしいです。本当にうまい。うんうん、なん、ほんま。さっぱりして。うん。うん、なんか、カルパッチョ酸っぱいところがあるやん。うんうん、なやくて、程よい酸味の、うん、なるほど、うん。じゃあちょっとつまんでみな。ニンニクもやっぱ、うんうん、たたきにニンニクが合うみたいな感じで、うん、なるほど、すごく合います。うまいね、めちゃくちゃうまい。いや、普通にいっぱいあるったらある分だけ食べてしまう。うん、うん、おー、居酒屋のやつやけど、やっぱなるほどね、お酒にね、うん、ちょっと合いそうな、うん、めっちゃ好きで、うん、すごいもんね。ああ、もう酸っぱいの食ったけど、ここのキッってなった。今回はキハダマグロやったから、うん、を使いましたけど、赤身のマグロで食べた時は食べたので、うん、こっちの方がね、合うのか、うん、なとちょっと思いますが、まあ、なんか刺し盛りとかでね、うん、買ってもいいよね。6点盛りとかなんかスーパー売ってあるけどね、美味しい、うん、普段のお刺身よりちょっとさっぱりといい感じに食べれますので、ね、皆さんも真似して食べてみてはいかがでしょうか。はい、はい、今回はマグロのカルパッチョ、はい、作ってみました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。出ます。釣岡佐賀岡ではキッチンカーゴルフスタジオも営業しております。はい、キッチンカーは神崎駅北、ゴルフスタジオは釣岡ハウスの横にございますので、詳しくは概要欄に貼っておりますので、ぜひぜひチェックしてください。